ラグレートは、ホンダ技研工業が、かつて生産、販売していた上級ミニバンである。北米では、オデッセイとして販売され、現在もモデルチェンジを重ね生産、販売されている。なお、香港では、北米仕様オデッセイについても記述する。ホンダカナダで、北米市場向けに生産され、現地では、オデッセイの名前で市販されているものを、 クリエイティブ・ムーバーのフラッグシップとして日本に輸入・販売したものである。初代オデッセイは北米にも輸出されたが現地ではサイズが小さいエンジンが非力という評価を受け日本国内ほどのヒットにはならなかった。そのため2代目オデッセイからは北米向けモデルを現地生産とし日本国内向けのオデッセイに比べボディとエンジンの排気量が拡大された。 北米市場のミニバンとしてはミドルサイズではあるが日本国内では大柄の部類に入る。このためアメリカでは初代とは異なり大成功を収めたが日本では全長5メートルを超える大きさや自動車重量税が災いし売れ行きは低迷した。なお一部では当時日系メーカーで国内向け唯一のフルサイズミニバンとして大柄な車体を生かしたスタイリングや ゆったりとした室内空間に見せられこの車を何台も乗り積む固定ファンが存在する。日系メーカーが国内で販売した全長が5メートルを超えるミニバンは2020年にトヨタがトヨタグランエースを発売するまで存在していなかった。エンジンは J35A 型、駆動形式は FF のみであった。なお、両ガーデンドースライドドアの採用は世界初である。 2005年にモデルチェンジを実施した。グレードは LX、EX、EX、L、ツーリングの4つが設定された。ボディサイズは全幅が 38mm 大きくなり、重量も増加したが、全長と室内空間は仙台とほとんど変わらない。ボディ設計には2005年シビックから用いている ACE ボディデザインを取り入れ、サイドカーテンやバッグや、 スタビリティコントロールを全モデルに搭載している。後部ドアウィンドウはサンシェードが内蔵されている。3列目のマジックシートは6対4に分割するデザインに変更され収納しやすくなった。その他、デュアルグローブボックスや仙台ではスペアタイヤが入っていたスペースを利用した床下の回転収納が採用された。シフトレバーの配置はコラムシフトからインパネシフトに変更された。 エンジンは 255HP に向上し EXL とツーリングのエンジンには VCM が採用された。2005年モデルの EPA 燃費評価は VCM 採用者が20、28mPG で VCM 非搭載の LX、EX は18、26mPG である。EPA の2007年新基準では VCM 搭載者が17。 2 4ル p g v c m 非搭載車は1 6 2 3ル p g となっている。アイベスに代わって DVD ベースのリアエンターテイメントシステムとなった。ツーリングにはパワーテールゲートやがミシュランのランフラットパックスタイヤが装備されており、パンクしても125マイルを走行できる。しかし、パックスタイヤの扱いには特別な設備や訓練が必要であり、 入手性や価格、耐久性の問題もあり、2008年モデルではオプション設定に変更となった。EX 以上にはプラスワンと呼ばれる補助席が2列目に用意されており、取り外しができる。2008年フェイスリフトが行われ、全モデルアクティブヘッドレスト、昼間点灯、デジタルオーディオプレイヤーポートが装備された。フロントグリルはアコードに似たデザインとなり、 テールランプも変更された。これまではカーナビゲーション搭載者のみだったリアビューカメラがナビゲーション非搭載の EXL にも用意されインナーリアビューミラー内にモニターが内蔵された。ツーリングでは Bluetooth がフルサポートされた。2008年、2009年と2年連続でアメリカでのベストセラーミニバンとなっている。アメリカのコンシューマーレポート誌でも アメリカで販売されるミニバンの中で最もファンツードライブな車であるとされた。2010年2月シカゴを都ー,ーにおいて次期オデッセイコンセプトを発表し、2010年秋より2011年モデルとして発売された。生産はアメリカアラバマ工場で行われる。オデッセイとしては初めて一からすべてアメリカで開発を行ったことから、開発チームではアメリカンオデッセイと呼んでいる。 オデッセイのコアバリューを守りつつ、新たに室内の快適性と機能性、直感的使いやすさ、スタイリッシュで、際立った外観の3つのテーマを追求したという。ボディサイズは、ホイールベースこそ変わらないものの、全長 5154mm、全幅 2012mm とさらに大きくなった。スポーティーな外観とされ、全高が低くなったことで、CD 値も5.5%低減した。 室内も広くなっており、1列目では、ショルダールームが2 5ト、mm、ル増えている。混雑した大規模駐車場にあって、1 0 0ル離れていても他のミニバンや SUV と見分けがつくような、エクステリアデザインを目指し、稲妻をモチーフにしたベルトラインが採用された。エンジンは先代に引き続き VCM 仕様の J35A 型を採用している。トランスミッションは上位の ツーリングモデルでは、北米のホンダブランドで販売される車種としては、初の6速 AT が採用された。ホイールサイズは、先代より1インチ拡大され17インチ、上位モデルでは18インチとなり、ディスクブレーキも前後体系化された。可変容量、パワーステアリングポンプが、ホンダ V6 モデルとしては初採用された。1列目から2列目のウォークスルー機能は、 実際の使用率は非常に低いとの調査から EX 以上でセンターコンソールは折りたたみ式から取り外し式に変更された。これにより中央スペースに10フィートの 2X4 スタッドも容易に積むことが可能となった。2列目シートは左右のシートがそれぞれ約 38mm 移動するワイドモードをはじめとする3モードデザインとなった。3列目では スペアタイヤをフロントシート下部に移したことにより横幅が広がり、足元スペースも 25mm 増加した。シートはこれまでストラップとハンドルによる折りたたみだったものを、ストラップ一つでより簡単に折りたためるようになった。パワースライドドア搭載モデルでは、開閉機構の改善により、開口寸法が拡大し、乗り降りが容易になった。EXL 以上には、 ダッシュボード下部にエアコン冷風を利用した20オンスペットボトル4本を収納できるクールボックスがある。上位モデルにはその他 FM トラフィック12スピーカーオーディオや HDMI 端子付け16.2インチリアエンターテイメントシステムなどが新たに用意された。2012年11月30日に韓国市場での発売を開始した。二千十四年モデルでは モデル中盤のリフレッシュが行われた。全グレードに6速 AT が標準搭載となり、燃費が向上した。安全性についても次世代の衝突安全ボディ、構造 ACE を採用し、クスの安全性評価においてミニバン初のトップセーフティーピックプラスを得た。外観では黒で装飾した新デザインのヘッドライドやグリルを採用し、アルミニウムフードも新デザインとなった。 リアも LED テールライトがパイプ状に光る新デザインとなっている。サイドミラーはボディ同色となるほか、ドライバー側のミラーサイズを19%拡大し、視認性を向上させた。インテリアもデザインのリファインが行われ、景気類のイルミネーションや照明も変更された。次世代の Bluetooth 機能やパンドラインターフェースを標準搭載する。 EX 以上では、レイノイスチブラインドスポットディスプレイ、EXL 以上では、車線逸脱警報、前方衝突警報が追加される。最上位、ツーリングエリートモデルでは、ハンドバーツ車載掃除機が搭載され、さらにオプションのアタッチメントとして、車内で散髪が可能な、ハンディヒーヤが用意される。2017年1月、北米国際自動車省において発表され、 同年春より北米市場で販売予約が開始された。ホンダ R&D アメリカズで開発され、生産はアラバマ工場で行われる。ボディーシャシートも新開発だが、ホイールベースは仙台、先々台から据え置き、全長はわずかに延長されたが、全幅は0.7に狭められている。フロントヘッドライト及びテールライトに LED を採用し、 先進感のあるシャープさを演出。空力性能にも優れた流麗なボディラインや、スライドドアのレールをウィンドウ下に隠すなどの細やかな配慮により、静観でありながらもエレガントな外観に仕上げいる。エンジンは V63.5 リットルを継続搭載するが、直噴火 VCM の搭載により、先代モデルに対して最高出力で 32HP。 最大トルクで12フィート LBF 向上。トランスミッションは LEEXEXL には急速 AT を新採用。また上級グレードであるツーリング、ツーリングエリートではホンダ車及びミニバンとして世界初採用となる10速 AT を搭載した。リアサスペンションは新開発。ステアリングフィールや乗り心地を向上させたことに加え、 よりコンパクトに設計したことで、米国内で販売されるミニバンにおいて、トップの加湿容量を確保している。また、可変ギアレシオ付きデュアルピニオン EPS を新採用したほか、ロックトゥロックの回転数を減らし、高い応答性と取り回しの良さを実現している。二列目シートには、中央席を取り外して、左右の座席を真横にスライドさせることができる。 マジックスライドを採用。二列目シートにチャイルドシートを装着した状態での三列目へのスムーズなアクセスや二列目の座席を互いに離したり、近接させたりと状況に応じたシート配置が可能となる。また、遮音ガラスや三層のドアシールを採用すると徹底したノイズ低減で静粛性を追求した。ドライバーが後部座席の上員に スピーカーやヘッドホンを通して話しかけることができるキャビントークを搭載。暗い室内でもダッシュボード中央の8インチ高解像度ディスプレイオーディオに、車載の赤外線カメラで後部座席の様子を映し出して見守ることができるキャビンウォッチも採用する、等、ユーティリティ性能の向上を図っている。安全面では、アダプティブクルーズコントロールや、 車線位置支援システム等を含む、先進の安全運転支援システム、ホンダセンシングを EX 以上の主要グレードに、標準装備。加えて、次世代 ACE ボディや、運転席及び、助手席のニーエアバッグなどにより、最高水準の安心性能を実現している。デアゴスティーニジャパン週刊日本の名車第56号13ページより、 三栄諸防間スタイル RV ボリューム18ホンダオデッセイラグレートナンバー2ラグレートトヨタ自動車株式会社2020年1月24日閲覧ホンダアンウンセスプライシングフォーオールニュー2011オデッセイありがとうございます